さて、幽霊屋敷、プレイしていきます。隣町の、ずいぶん長い間、誰の気配もないお屋敷には、いつの間にか噂が立っていた。通称、幽霊屋敷。屋敷で、死んだ幽霊がいる、と。でもそれは、ただの噂だって、私は気にしていない。あの綺麗なお屋敷に入れるなら、どうなったって構わないのだから。帰宅途中に、遠目から見えるお屋敷。古くなっているもの、優雅で、おごそかな雰囲気は、まだ残っているお屋敷。まるで、おとぎ話か、魔法世界にでも出てきそうなその場所は、昔からファンタジーなものが好きな私には、あまりにも魅力的で、たまらなかった。その場所を近くで見たくて、その中を探索したくて、ついに今日私はそのお屋敷に入ることにした。さて、早速来たわけだけど、時刻は夕方、時間はあるにはあるが、ないといえばない。やっぱり引き返そうかという考えが浮かんだ。でも今入らなかったら、次はいつ時間が取れるかもわからない。星、どうする?星。屋敷に入るか、帰るかの選択肢か。まあ、直前になっておじけづく気持ちはすげえよくわかるね。まあ、多分、これ不法侵入しようとしてるってとこだろうし。で、ことホラーゲームに至って言うなら、引き返すっていうのは、グッドエンド足りうるからね。唯一のハッピー、まあ、もしくはノーマルってところか。多分バットは回避できるんだよね、ほぼ 100% ね。ただこのままだと終わりそうだから、動画的にも最初は引き返しますかね。突然こんな考えが浮かんだ。自分は大切なものには他人に触れてほしくないと。これは他の人にとっても同じかもしれない。いくら自分が見たいからといって勝手に行動するのは間違っている。ネットで画像検索でもするか。いや、もういっそのこと、シルバニラファミリーのおもちゃでもハローマックで買おう。私はお屋敷を後にしながら、そんなことを考えたのだった。別に廃墟マニアとかじゃなくって、屋敷マニアだったのか。おもちゃで代用できるって、結構緩いな。まあ、とりあえず話も始まらないので入ってもらいますが。さて、生きて帰ることはできるでしょうか。しんと静まり返った玄関ホールとおぼしき場所を見渡す。広い。意外と広い。無理やり時間を作ったとはいえ、夕方に来たことを早速後悔した。今日中には全部回れないかもしれない。持ってきた携帯電話の時刻を確認する。17時。夕飯を作るために18時半には家に着きたい。となると探索できる場所は限られる。今晩ぐらいカップ麺でいいんじゃないか?って、ここ圏外なんだ。画面の右上には一本もアンテナが立っていない。しかしここは山の中、そしてホラーゲーム。電波が届かなくてもおかしくはないし、探索が終わったらすぐに出ていくつもりだから気にしないでいいだろう。携帯をポケットにしまい、一息して懐中電灯を取り出す。さて、どの部屋を最初に見ようか。星、どこへ行く?星!台所とダイニングルームですね。この開業は、なんだ、ちょっと気になるけれども。どっちから行くかね。ホラーゲームで探索って言った場合、基本的にどこに行こうかっていうのはないから、まあ、手近な扉から入ってくるな。選べるとなると私はまず台所に行きたいかな。とりあえず台所へ。と言っても、ここは至って普通で、特にめぼしいものは。ん?紙?クリスマス、リトス変えたら、薬、マス。なるほど。一枚の手のひらサイズの紙を見つける。
何？これ。とりあえず、元に戻しておいた。他に何か？あら。足をどこかにぶつけた。何か壊したわけではなさそうだけど、足に少し痛みを感じる。そろそろ、別の場所へ行こうかな。今の台所のイベントは何だったんだ？ 8 割方謎だったんだけど。あれから風呂場、客間を見に行った。1階はこんなものでいいかな。だいぶ暗くなってきたし、ゆっくり見るのはまた今度にしよう。次は2階を回ってみよう。2階には何があるのだろうか。外観のように、美術品とかアンティークとか、長いろうそくの刺さった食材とか、ランプとか、凝った作りの鏡とか。洒落たドレスが飾ってあって、ふかふかの高級絨毯も敷いてあったりするのだろうか。ああ、息が荒くなって目が見開かれる。現代から切り離されたような魔法のような美しい空間。叶うならずっとここをさまよっていたいくらい。私は最近読んだファンタジーの本の内容を照らし合わせる。主人公がいろいろな人の夢を巡る話を。ぐるぐると夢を巡る主人公のように、私もお屋敷を巡るのだ。ふと目を横に向ければ、見たこともないような豪華絢爛な景色が映る。その主人公になった気分で、私はぐるぐるとその場で回る。回る、回る、さらに回る。うぅ。興奮しすぎた。お屋敷という場所にもかかわらず、みっともなく膝をつき、吐き気を抑えようと、手で口を塞いだ。うく。うん。とりあえず、2階を探索しよう。さて、どの部屋を見ようか。星、どこに行く？星。うん。愉快な人だったな。まあ、なんとなく分かってはいたけれども。書斎に行くか、ゲストルームに行くか。ああ、書斎に行くと、このお屋敷で過去何があったのかが、分かるような、そうでもないような。ゲストルームは、なんだろう、鍵とかありそうだな。まず鍵かな。ゲストルーム、なんか、めちゃくちゃ立派だな。なんだろう、このままカラオケ大会とかできそう。主に宿泊客のために使われる部屋。こんな部屋に泊まれた人間がとても羨ましい。次に生まれ変わるなら、こういう部屋に泊まる人になろう。あくまで客人だからな、客だと。いや、どうせならこんなお屋敷を作れるような資産家になりたい。あー、で隠し扉作るんだよね。私もやりたい。電話が鳴った。素早くあたりを見ます。が、電話は見つからない。もちろん県外である私の携帯電話の音でもない。どうしてこんな、誰もいないところで。怪しいけど、空耳ってことにしておこう。さっきの紙といい、なかなかスルースキル高いね。あの後、時間がなくなってきたこともあり、適当に部屋を見回るだけで終わった。バルコニーに鍵がかかっていたのは、とても残念だったけれど、仕方ない。もうだいぶ、日が落ちてきている。そういえば、幽霊屋敷と呼ばれている割に、大したことなかったな。噂は結局、噂なのだということが分かった。電話鳴ったから。電話鳴ったよ。スルーしたけどね、君ね。何しに来たんだよ、あんた。いや、別に、お化けは興味ないっつってたのか。さて、お邪魔しました。と。ふと、違和感に気づく。玄関ホールのドア、開けたままにしたよな。閉め忘れたの、忘れた？別にいいけど。私はドアノブにかけた手を動かす。開かない。びくともしない。急いで携帯電話を取り出して確認する。アンテナなし、圏外。おまけに私は探索を止められてもしないようにと、誰にもお屋敷に行くことを伝えていない。つまり、誰もここに来ない。押しても引いても、ドアも開かない。その時私は悟った。ここには幽霊はいない。しかし呪いは確かに存在したのだと。